た。ネフェルタリコブラシス。もうネタバレじゃん。完全に。ここで死ぬってことなのかな？扉絵に関しては、まあ、フランキーがウミガメ。この扉絵、ね、ジェルマのやつが終わった後の法則性みたいなのは、まあ、全部こう繋げてみないとね、なかなか難しいところであると思うんですけども、今回のフランキーはどういう意味を持っているのか。さあ、そこに誰かが座っていいはずがない。腹の玉座は、この構図見ると、まあ、視力がものすごい発達してない限り、コブラが、到底顔を見分けられる距離ではないっていうことは、なんかこの構図でね、わかるっていう。まあ、驚いたのは腹の玉座に座る奴がいたからっていうところなんでしょう。誰かの一存で世界を動かすことなど許されない。だよ、ムーから話したいことが、言いたいことが一つあるぞ。怖いなぁ。なんかイム様が先週初めて言葉発したんですけど、もうこの時点でかなり IQ が高いことを小田先生は表現してそうな感じはありますよね。話す前に話したいことと聞きたいことをこう、いやこれだから考察するときもこういう話し方でいきたいじゃないですか。イム様を真似したいですからね。さあどうなる。イムという名を知っている。偶然とは思うが最初の20人に詮索するな答えやす。もうこの時点でやべえんだけど、コブラはイムを知ってんだ。偶然とは思うが最初の20人にイムっていう名前があるみたいな話だね。しかし知りたいことを教える。リーとはかつて我々が敵対した者たちの名だ。近年各地に湧き出てきた D は己の意味も知らぬ抜け殻ども。やばいやばいやばい。2ページ目からもうやばい。すなわち D って何っていうことなんですけど、まあ、神の天敵っていうことをイム様が言ってるっていう話か。どっかの地では神の天敵と呼ばれてるみたいな、なんかちょっとふわっとした話だったんですけど、もう本人の口から五老星、天竜人、世界政府と敵対してたのが D の一族だっていうのが確定したっていう。それも800年前のリリー女王の大失態に起因している。ちょっと待って、やべえ。大失態。リリー女王の大失態。そうか。D の王国 VS って考えていいのかな。もう D の王国 VS 二重の国の王で、二重の国の王の中にネフェルタリ家がいた。でネフェルタリ家とかアラバスタっていうのはおそらくは D の王国の潜入だということじゃないですか。ポーネグリフがあったり同じ太陽掲げてたりっていう。でここで失態を犯しちゃったんだ。でもなんで失態を犯したっていうの分かってんだったら、なおさらアラバスタって滅ぼされてねえんだろうね、今の今まで。宝目当てにポーネグリフを求める海賊たちもしかり、あの日のリリーのミスがなければポーネグリフなる忌々しき異物が世界中に散らばることはなかった。ちょっと待って、過去一やばいんじゃないよこれ。 YouTube 俺が始めて以来、リリーのミスがなければポーネグリフっていうのがなんで政府に咎められることなくというか、邪魔されることなく世界中に散らべることができたのかって言ったら、このリリーが活躍したっていう話なのかな、こっち側目線で立つと。でそれはイム様、世界政府側にとってはミスっていう、ミスに見せかけてスパイだよね。でもね、多分ね、この起きてしまった過去に最悪のシナリオが一つある。ポーネグリフの解放が本当にミスだったのか、それとも計画的だったのか。うわうわうわ、やばいやばいやばい。ちょっと待って、その答えがアラバスタに届いたリリーの手紙にあるはず。いや絶対計画的だろ。だからミスだったら、まあ滅ぼすまでにはいかないだろうみたいな。ただ計画的だったら今この場で殺すとか、アラバスタはそのまま滅ぼそうっていう感じなのかな。ミスなのか計画的だったのかが、判断が今の今までできてなかったっていう。その答えがアラバスタに届いたリリーの手紙にあるはず。ムシヤ、ムシヤ。さっきからネフェルタリ家のリリー女王としか言わないのはなぜだ。女王の残した手紙の送り主の名を言えと。嘘でもつけば逃れられそうか。イム様の姿を見た瞬間から運命は決まっている。そうかもな。世界一のタブー。うわー、これもゴッドバレーとかと関わってきそうな言葉ですね。なんだこの状況、明らかに異常だろう。こう書いてあった。800年前アラバスタ王国を治めていた女王の名はネフェルタリ・ディ・リリー。うわ、はや、ちょっと待って、これイム様の攻撃かこれ。矢印みたいな、悪魔の尻尾みたいな、度数来てますけど。うわー、D か。というかさ、ビビってさ、あれだよね、小田先生、ビビが初登場した時、別にこいつをアラバスタの女王とするつもりなくて、なんかどっか進んだタイミングで髪ほどいて下ろした時、女王っぽかったから女王にしたみたいな話ありましたよね。もうめちゃめちゃ初期設定みたいな話になってきてるけど、すごいな、それ。ちょっと待って、あー、サボが助けてきて。てくれてるけど、うわ、もうイム様大暴れや。しかもなんか髪長いみたいな雰囲気出てんな。大手飛車。
うわ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 、これ五老星のあれか、影。あー出た、写真撮られたとこっすね、ここをパシャって撮られたんで、これでコブラがダイイングメッセージを残してるか否かみたいな話だ。ちょっとこの瞬間確認できないけど、なんか鳥みたいなやつと牛みたいなやつと、なんかちょっともうわかんねえな。幻獣種か全員。あわよくはここで全員刺したかったが、まさか世界のてっぺんに地獄があるとは。やべ、もうサボも殺され対象だよな、これは完全に。ルフィ君何か。この影みたいなのが五老星でしょ、多分。革命軍なのに助けてくれるのか。俺たちの敵は王たちのその上、あいつらだ。なぜルフィを知ってんですか、彼は本人だ。母ルフィらしい。いや、こわ。君一人なら、もう、無限だな、やっぱり。五老星、イム様は。単純に。私はもう助からない。置いていけ、助けます。分かったことがあるの。君に、ここで死なれちゃ困る。ルフィ君とビビに伝えてくれ。我々も D であると。やっとアラバスタの進むべき道が見えた。うわ、やっぱ偶然かな。お前ら二人とも名前に D がつくの。あ、本当だな。俺は名前なんかどうでもいい。やろうか、D サボ。あ、D ボ、どこに入れてんだよ、だはは。うわ、なんかこれ、伏線なきしかしねえな。サボも D か、やっぱり。この矢印なんなの？めっちゃ強いけど。うわ、エアコンネグリ、ガルルル。ちょっと待って、ガルルルルで、トーゴネグリフを守りなさいか。うわ、これなんかめちゃめちゃ、なんか初めての表現じゃない？コブラが死に間際こうやってなんか言ってんすよね。トーゴネグリフを多分守りなさいかな。行く世界に夜明けの旗を掲げ、ネフェルタリ・ディ・リリー。その守りくださいと行く世界にの間がガルルルルっていう、引き出しで隠れてるっていう。いや、隠さなくていいよ、これ。手紙の短い文章っていうのがこれなんだね。あー、死ぬか。これをだからワポルが聞いてたんだ。コブラなんて死にやがった。嫌いだが、これを喜ぶほど落ちてね。なるほど。これを喜ぶほど落ちてねっていうか、お前ヒルルク爆死した時笑ってたけどな。とんでもねえものを目撃した。世界政府の闇を知っちまった。知りたくなかった。誰であれ。俺の人生積んだ。今時の話し方積んだ、ワポル。罪ですか、これ。うわ、ちょっと待って。やばすぎんな、今回。円卓の大会議室。コブラ王とワポロがまだのようだが、今連絡が入りました。お二人とも欠席で進めてほしいと。まだレベリーの期間中ってやつだよね。めちゃめちゃ力つけてきた、ここ。支部会の件の可決。ああ、支部会は可決したっていう話か。で、コブラが来てないことに、陸王と、このネプチューンがちょっと気になってるみたいな話か。残る議題を片付けよう。では、ノース四国連合の独立問題。なんかこういうのもね。後々聞いてきそうだけど。白星会議もやがて終わる。バカどものいないレッドポートで待とう。どうした？ではビビ様に一言ご挨拶したいですと。うわ、ビビ捕まってる。私を捕まえてどうすんの？縄を解いてと。パンゲア城内来賓室。誰の命令？全部世間に伝えてやるわ。ここで起きる。おい、正直者だ。そんなこと言われてみなさいと。気のせいよ。失踪扱いでそのまま誰かに飼われるんだと思うわ。もうそんな NTR は見たくねえよ。そんな寝取られは。ビビ天竜人に飼われるみたいなのは。まあね、ビビはその後モルガンズとワポルと一緒にいることが明らかになってるんで、それはないのは分かってますが、白星は無事、こんな状況で人の心配かよ。まあ結果から言うと無事。人魚姫をさらおうとした天竜人をぶちのめした奴らは、堂々と勝ち名乗りを上げて、広場は今大騒ぎだ。サイとレオが、シャルロステイをぺっちゃんこにして、っていうのがあって、で、皆さんもこの一大事件とのつながりっていうことを感じたと思うんですけど、なんかドレスローザ見返してた時に文言とかも改めて読んでいくと、なんかくせ者7人だっけっていうのが、カッコに成長を遂げて後に歴史に名を残す一大事件みたいなことなんだよね。こっからそのカッコに成長を遂げた姿が描かれていかないと一大事件とは紐づかないみたいなね。まあ、きっかけにはなりそうですけどね。ここがね、どういう一大事件なのかというね。まあ、この時点で一大事件ですけど、天竜人を殺そうとしたっていうのが一大事件だとすると、ちょっと弱そうな感じがあるね。あのナレーション改めて読むと、カッコに成長を遂げ歴史に名を残す一大事件なんで、これきっかけでもっとどでかい麦わら大船団の全員が関わるような大事件に繋がっていくんじゃなかろうかという。神々の知事は奴隷を解放する革命軍を手だ、あ、え？あー、やっぱり藤虎を手助けしてくれてんだ。緑牛と藤虎喧嘩してんのこれ。うわ、新しい情報来てんな。いや、まあ藤虎やっぱこっち側になってくれそうな感じはするけど、反世界政府だよね。自分が掲げる海軍は正義はあるんだけど、世界政府はふざけんじゃねえと思ってるというね。今回のレベルでどうにかして、なんとかしなきゃ私も変われる、冗談じゃないわと。あー、でここにワポルが登場するんだ、ストレートに。なんだ今のワポルだろう。今ってビビがいねえ。あ、だったら探したの一体どこ行ってきた。ねえ、ワポルどこまで行くの。どこまでもよ。誰持ってこない世界の果てまで。私も行く、連れてって最後何なんだよ。ワポルの奥さんが駆け落ちーっつって終わってるけど。いやー、あっちでございます。
やっぱりこのイム様はご老星の話だね。まずはね、イム様が自分のことをムーとヌシア、特殊な一人称っていう二人称みたいなの呼び方があると、まあ多分アニメ版ではまあなんとなくそのね、男か女かとか、あとは年齢とかっていうのが声優さんがこう誰になるのかみたいなので判断できるんじゃないかみたいなね。つまりアニメ版がここに追いつくまでの数ヶ月の中でもう本編でそれを明かさないとね、なんかいけない感じにもなんかなりそうな雰囲気はあるよね。まず1個目衝撃、最初の20人にイムっていう名前、それをコブラが知ってるっていうね、偶然とは思うが最初の20人にイムなんちゃらってやつがいたんだっていう風に多分つながるよね。この辺の話はでも真実と仮定しても進めていいような気がするんで、イム様っていう存在がいろいろこう考察は進められてきたわけですけど、本当に悪いやつなのか、あるいは元々はジョイボーイのところにいた人間で、なんか訳があって裏切り者になってしまった説とか、捕らえられてる説とか、本当はジョイボーイ側、D の一族側っていう考え方もできたんですけど、今回改めてですけど、このイム様っていう存在は元々20の国の王の一人、そこから王に昇格したみたいな話なのかな。実績でこの最後の空白の100年の戦いを経てお前が王になれみたいな感じで選抜されたみたいな話なのか、それともなんかもう2点3点あんのかな。ここに何々家何々家とかフィガーランド家とかもっとあんのかな、もしかしたら20の国には。その中でイム様の家系みたいなのがあって、そこの娘とか息子とか、それがイム様で平等なはずなんですけど、その20分の1の王子様王女様が何があったかは定かではないが世界のトップに君臨してる可能性みたいな。うわ、イム様が IQ が高いこと、イム様がロングヘアだということっていうのが分かってきたと。でイム様が20の国の王側のこう末裔の可能性、末裔というかそのものかもしれないですけど、2ページ目の1コマ目でこの情報量ですからね。で、D ですね。かつて我々が敵対した者たちの名だ。つまり20の国側と敵対していた巨大な王国側、ジョイボーイ側だと思うんですけどね。これを D と呼んだという。神の天敵だってことはずっと分かってたんですけど、まあそれが改めて確定していったみたいな話か。とある地域ではこういう神の天敵とっていうあのコラソンの発言ありましたけど、あれがまあ確定していった。近年各地に湧き出た D は、己の名の意味も知らぬ抜け殻ども。これもまあある種分かってたことっちゃ分かってたことなのかな。ルフィは D について全然興味なさそうだった。ずっとそうだし、カグワール D サウロとか、まあモンキー D ガープとか、そんなに憎いならさ、ガープとかサウロがなんで海軍に入れるんだろうね。イム様側からすると D は憎いはずじゃん、この雰囲気見ると。まあもう抜け殻だから海軍の駒になるならいいやみたいな感じなのかな、ある種。あの D はドーンで確定。まあドーンは絶対かかってるでしょうね。夜明けを導く、つまり世界政府を打ち倒すとか滅ぼすとか、世界の真実を世界に知らしめるみたいな、それを夜明けというのであればもうそれはドーン、D の一族、夜明けの一族みたいなね。つまり何なのっていう話になるんですけどね。戦闘的になんか相性が悪いみたいな話なのかな。氷と炎、雷と水みたいな。まだ何か仕掛けあるよね、でもね、D にね。本当の意味を知らない抜け殻たちが今世界中に D はたくさんいるっていう表現なんですけど、これが D っていうのは世界政府を倒すべき、神の天敵、神を打ち倒す者たちの先祖なんだ。これをみんながわからないから抜け殻と呼んでんのか。それともその奥に D っていうものの本当の意味みたいな、D っていうのはこういう能力を持っててとか、そっちがなんかこう隠されてるような気がしてならない言い方みたいなね。D っていうのは本来ね、政府と敵対していた。それを今の D、受け継がれてきた D の一族の大半は、それを知らないでもいいような気がするんですけど、なんか初見の感覚ではその一歩奥に、なんか仕掛けがあるんじゃなかろうかという。考察界隈でよく言われてるのがまあハーフっていうことですよね。ハーフの伏線はたくさんあるんですけど、一番有名なのがあれか、空島編のコミックスのところでね、ルフィが羽生えてて片目ウインクしているみたいなね。であれがまあハーフ、月の民と青色の星の人間のハーフみたいなのを表現してるんじゃなかろうかっていうのが、ハーフのね、D というか半月を意味してるみたいなね。ただ半月を意味してたとしても、D っていうのは月の民と青色の星のハーフなんだよっていうことを指して、そんなのも知らない抜け殻ちってなんかなんないような気がするんだよな。なんかね、直接的な仕掛けがないと合わない感じがする。それが2コマ目ですね。 D に関する、新情報、おさらい的な意味がなんか強いそうな感じはするんですけど、その先になんかありそうなね。
で、2ページ目の3コマ目、800年前のリリー女王の大失態。やばくね、この2ページ目。これ本当に終わらせに来てるよな、もう小田先生ワンピースを。